1927年頃の仙台市及び近郊地図。宮城電鉄は静止場を避けて北に迂回し、宮城のしおり局を避けて南に迂回したため、蛇行線形になった。仙台トンネルは宮城県仙台市にある東日本旅客鉄道仙石線の青葉通駅陸、前原の町駅間 3.2km 及び、その前後に及ぶ、 同線の地下新線を通すトンネル。青葉通駅仙台駅間の新設を伴う JR 仙石線連続立体交差事業において仙台市都心部の地下をおおむね東西方向に建設された。事業期間は1981年度から2000年度、総事業費は654億円。事業延長3933メートルのうち地下式3530.5メートル。 地表式402.5メートル。線石線の前身である宮城電気鉄道が建設された際、片倉製紙工場及び宮城のしおり局を避けてルートが選定されたため、全路は住宅密集地を蛇行するように付設された。さらにそのカーブしたルート上に駅間距離を短く駅が設置されたため列車は高速走行できず、踏切の遮断時間は比較的長かった。 列車の本数像とモータリゼーションの進展により、踏切での交通渋滞は慢性化し、特に坂下交差点に隣接する大谷踏切は、同交差点を市内屈指の渋滞地区にさせる一因と、みなされ、地域住民のみならず、仙台市都心部に流入する仙台都市圏東部の住民全体の問題となっていった。一方、仙台駅東口一帯では、 以下のような合計事業面積160ヘクタールを超える土地区画整理事業が行われており、事業区域内に線石線の線路も含まれた。そのため、仙台駅東第一土地区画整理事業の区域内を通る宮城の通りなどの地下に仙台トンネルを建設し、地上の起動実機の後は仙台駅東第二土地区画整理事業などで処理されることとなった。 1984年7月27日、仙石線の仙台駅から福田町駅までの L イコール7730メートルが、千円広域都市計画都市高速鉄道第2号として都市計画決定し、1985年に工事開始。1989年に仙台市が政令指定都市に移行したため、事業主体が宮城県から市に移管。 新潟県駅から宮城の萩尾通りの東側までは、掘削式で作られ、堂々より西側ではトンネルと地下駅が設置された。また、仙台駅、西口側に延伸された青葉通駅が仙台市地下鉄南北線、仙台駅と地下通路で接続された。2000年に仙台トンネルは完成し、同年3月11日に、仙石線が移設、開業。 これによって、戦績線にあった14の踏切が廃止された。また、線路の蛇行がなくなったことにより、標定速度が向上した。なお、当事業は、平成12年度外路事業コンクール大臣賞、及び、平成12年度土木学会賞技術賞を受賞している。仙台駅周辺の鉄道関連構造物は、以下のようになっている。 b 四階の仙台市地下鉄東西線は二千十五年十二月六日に開業した。各々の鉄道業者が b 一階と案内している木崎橋は三層、b 二階と案内している木崎橋は二層ある。b 一階については、浅い方から b 一階、b 一階、b 一階。b 二階については便宜上、仙台市交通局の層を、b 二階、東日本旅客鉄道の層を、 B2 階と記す B1 階は JR 仙台駅の B1 階の深さで、B1 階は東西地下自由通路の深さである。案内状は両者とも B1 階ながら JR 仙台駅のエレベーターでは、B1 階は B1 階のエスパル地下街に、B2 階は B1 階の東西地下自由通路に接続している。また、両者の交差部では、 両者の深さの違いを補正するためエスカレーター及び階段が設置されている。B1 階は地下鉄南北線仙台駅南改札の深さであり、ラビー仙台のエレベーターの B3 階などと接続する。B1 階の深さにある同駅北改札と B1 階との間のコンコースには両者の深さの違いを補正するためスロープが設置されている。仙石線を通す仙台トンネルは 案内状、B2 階とされている。ただし、上述のように B1 階が3層あるため、実質的にはより深い深度を通る。仙台トンネルとは別のルートで、宮城電気鉄道時代に設置された地下線跡があるが、現在は使用されておらず、深さも不明。東西地下自由通路は、仙台市の所有であり、59億円かけて JR 東日本に委託して、 仙台トンネルに沿って作った。西口中央地下歩道も仙台市の所有であり、地下鉄南北線開業に合わせて建設された。JR 青葉通駅開業に合わせて建設された、地下鉄南北線仙台駅との連絡通路は、両駅のホーム同士を行き来することができる。なお、1971年に、東北新幹線6月23日開業が起工し、 国鉄仙台駅の駅舎工事も始まるが、高度経済成長後半から仙台市電廃止と仙台地下鉄新設が議論され、1972年には仙台駅前に地下街新設の議論もあった。地下街は地元の反対があって建設されなかったが、市電は廃止され地下鉄南北線の建設が始まった。建設に際して仙台駅前の地下では、 将来の地下鉄東西線と地下街建設の可能性を残すため、南北線は常述の B3 階の深さに作られた。その後、東西線のために開けておいた、常述の B2 階の深さに仙台トンネルが作られたため、東西線は常述の B4 階の深さに作らざるを得なくなるが、一方で B1 階に作られた、東西地下自由通路の JR 仙台駅から、 南北線仙台駅までの区間は壁構造にしないで柱構造で作り将来の地下街化が可能な仕様で建設された。また東西線の新設に際し北改札付近にエレベーターを新設したほか南北線、東西線の乗り換え時のラッチ内コンコースを B2 階層に整備、駅東西に出入り口の新設等が進められた。廃止になった踏切なお、 仙台駅側から以下に列挙する。東七番帝、東八番町、東九番帝、東十番町、新倉通り流の目第二、悪水場、荒浜街道、宮城の東街道、下山通り、鹿島通り、宮城の町、大谷。ありがとうございます。